プロゴルファー教えて本当のところ。はい、こちらではですね、プロたちのプライベートを丸裸にするため、マル秘エピソードや噂の真相をぶっちゃけてもらおうというコーナーとなっております、はい、ということで一つ目エピソードはこちら。妹は中学時代番長でした。番長、これは誰でしょう。あら、桃子さん。妹さんは結構人気者やったんですよ。で、だからその友達、あの光の友達、光がやりたいことをみんなやるみたいな。あ、もうみんながもう光さんが言うことを、はい、やらせてくださいだから鬼ごっこしたかったらみんな鬼ごっことか、1年生したかったらみんな1年生みたいな感じで、光が遊ぶのをめっちゃ決めてたんですね。まあ、リーダーよ。リーダー、そう、リーダーみたいな。まあ、小学校、中学校、小学校、小学校までぐらいやったんですけど、でもなんかその私の友達がお前の妹番長やなみたいな、マジで嫌だね、言われて、なんか番長、番長周りに番長って言われたの。男の子とか、うん、でも私全然そんな気なかったから嫌、でした。でもまあ、イカルさんがもうこれやろうぜって全員従ってくれてたわけでしょ。まあ、くつくつ舐めろやって。そう、そういうのじゃない。それはない。え、いくつ離れてるんですか、お二方は。まあ、1歳。あ、じゃあ学校でも同じところを通うから民に入ってくるんだ。はい、え、じゃあ4人姉妹でしょ、はい、4人姉妹で何かやろうかってなって決めるのはヒカルさん。そうですね、結構決めてるし、譲らないですね、一番。大体そういう時ってお姉ちゃんが一番、まあ、偉いじゃないけど力持ってたりするでしょ。全然なんですよ、しっかりしてないから私がこういう風になりました。してないじゃなくて、私は何でもいいんですよ。何でもええって言葉使ってるよな。そうなんです、決めれないんですよ。決めれるけど決めれるけど、そんな感じ。じゃあそれはもう妹さんに譲ってってことで、この二人の関係性でしょ、はい、ゴルフでキャディーやってた時はどうなんですか。このパット、右に切れる、左に切れるとちょっと意見分かれる時あるじゃないですか。はどうするんですか。は、私が決めて打ちます。どっちに見えるみたいな、私はこっち見えるって言うと、最後は自分で決めて打ちます。本人で、一応アドバイスは聞くけど、やっぱ最後はもう自分の意見だ、で行きます。でちなみに反対にですね、妹光プロから、姉の桃香さんへの、まあ、マルヘエピソードも来ているということ で、はい、でそれがですね、こちら。姉は鏡を見たら踊り出すんです。違う。この現場鏡多いで、割と結構あるね。そうですね。どういうことですか。違うんですよ。え、もう、多分みんな分かると思うんですけど、結構もうなんかそういうの好きなんですよ、乗るが上手くて、乗るのも上手くて、よくなんかイヤホンつけて、なんか鏡あったらすぐ踊って出るんですよ。もうだから遊園地にあるミラーハウス行ったらもう出てこられへん。ずっと踊りっぱなしで。街とか歩いてても普通にちょっとなんか反射するじゃないですか。それとかでも全然なんか軽くやってる。どんな踊りするんだ。確かに気になりますね。そう、踊りの種類によって変わってくるね。そう、 K-POP とかアイドルとか。K-POP、アイドル。え、がっつり踊んの。いや、例えば鏡がある。でバーって打つと、あ、まあ、こうなんかステップ踏むぐらいならわかる。あ、でもそんな感じで、たまに。こんなにやられたのさ。ガチで踊られたら困るけど。でも軽く。でもこういう手なんか、ちょっと手やったりとか。多分見て、おーおーってなるぐらいは踊れる。完コピするんですよ、見ただけで。すごいやん。いや、時間かかりますよ、でも。完コピまでは。でもなんか見て、みんな踊ろうと思うけど、よっしゃ、踊ろうってなるわけよ。じゃあカラオケとか行ったらもう最高や。カラオケやばい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 。1年前の試合中じゃないんですけど、試合シーズンの時に、ホテルツインやったんですよ。で、なんかまあ走りに行こうみたいな、から、なんで歩きに行こうなったんですか。わかんないんですけど、なんかすっげえお互い機嫌悪くて、すっげえな、すっげえ機嫌悪くてあるよ、すごい機嫌悪くて、で、お互いに、なんかもうめっちゃなんか合わへんくて、でも走りに結構去年めっちゃランニングしてて、行くってなって、ヒカルのイヤホン、そう、イヤホンを片方ずつでいつも貸してあげてて、走ってたんですよ。で、それでめっちゃ機嫌悪くなって出て、そしたら急にそのイヤホンを取って思いっきり投げつけて地面に、で、なんかもうなんかうわーみたいな、なんかどなって言ってきて、そしたらもう帰れみたいなこと言い出して、
勝手に帰ればっつって、うん、で鍵みたいな、部屋そう鍵みたいなとか、私も鍵バーンって投げつけて喧嘩して、結構な大喧嘩やん。してでもそれ外やったんですよ。もうそれは外じゃない、困るわ。走りに行ってんのに。そうそう、恥ずかしかったやん、もうめっちゃなんか全然恥ずかしくない、私はもうめっちゃムカついてから、ほんで、まあ、それでわーってする帰ったんでしょ。そう帰って、で私は走って帰ってきたら、うん、お風呂、温泉行ってたのかな、温泉かどっか行ってて、うん、して温泉が帰ってきて、普通になんか知り合いと帰ってきて、うん、普通になんか何もなかったかのように終わりましたけど、それが一番なんか大喧嘩しました。理由わからないです。理由ちょっと忘れちゃった、うん、まあお互い多分なんかイライラしたことがあるんやろうね。私はもうイヤホン投げつけられたのが、うん、しかもすぐ壊れるじゃないですか、壊れる、それ高い、高いの、そう、うん、それを投げたから、ムカつきすぎてバーンってやっちゃって、イヤホン壊れたんやろ。壊れんかったよ、壊れたんじゃない、今使ってないですもん、だから。壊れてるやん。ごめんなさい。買ってあげるさ。で、そうですね、うん、そう、お金持ってるからって。いや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 。